はいどうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、8フェススカウト、まあフェス限のね、まあスカウトがね、久々に来まして、でそれでね、葵ちゃんが、新しいねフェス限として、登場したわけなんですけども、で今回からね、その守備に特化したひまわりスキルでレベル4のチームスキルが発動可能というね、仕様にねなりまして、でまあね、この葵ちゃんのね、まあひまわり、まあ守備の極地、うん、かな、はい、でこれの、まあつけることによって、まああの鉄壁のねチームスキルがレベル4になるっていうことですね。まあそれがどういうことかと言いますと、もうね、見たんですけどね、チームスキル一覧これですね、この3種類が、さらにもう1段階、もう1レベル上がるような感じですね。はい、で鉄壁の内野陣に関しては、投手のスタミナが超絶上昇、内野手すべてと投手の守備が究極に上昇し、内野手すべてと、投手のエラー率が減少する。めちゃくちゃ強い強くなった、はい、守備がまず究極上昇 で投手のスタミナが超絶上昇で、エラー率も減少で、まあ、あの鉄壁の、超鉄壁のセンターラインが、混合のセンターライン、投手のコントロールが超絶に上昇、二塁手捕手、セカンド、キャッチャーショート、センター、ピッチャーの、守備が究極に上昇し、セカンドキャッチャー、ショートセンター、ピッチャーの、走力が少し上昇。まあこれも強いですよね。守備がね究極乗っかるんでめちゃくちゃ強いでしょう。はい、で超鉄壁の外野陣が混合の外野陣、投手の球速が大幅に上昇し、外野手すべてと、投手の守備が、超究極に上昇し、フライを打たせにくくなるという感じで、まあこっちに関しては、まあ外野でそのつけられるその守備、今回のスキルを、守備の極地ですか、はい、これをつけられるその選手っていうのがいないんじゃないかな。で、UR の葵ちゃんであれば、この2つが発動してくると思うんですけど、これ誰かいましたっけ、外野できるその UR で葵ちゃんのスキルくっつけられるっていう人。ちょっとわかんないですね。僕が持ってる中では、まあ、いないので、葵ちゃんしか。うん。まあ、これはちょっとわかんないですね。今後また、出てくるかもっていう感じですね。はい。で、まあね、それをね、引いていくわけなんですよ。はい。で、まあね、今回はピックアップがね、これ2つ、過去のキャラが、いると。で、葵ちゃんが、いると。で守備の極地は、守備が極限に上昇し、走力が超究極に上昇、うん、強いですね。まあ打撃系のね、その振り幅はないんですけど、その分ね、まあ、守備と走力がアップするっていうのと、まあ鉄壁のね、その守備系のねチームスキルが、1段階アップするよっていう感じで、まあね、今後、まあ、重宝されていく可能性がありますよね、うん、特に鉄壁中の人とかはい。であとはまあ確率はね、まあ 2%、1%、1% ですね。まあちょっとはね、葵ちゃんがの方がちょっと出やすくなってるって感じですけど、まあまあ全然すり抜けることもあるんで。はい。でね、クリスタルベアマックスもね、ちょっと欲しいもんで、もう最大で90連。で、その中でも、葵ちゃんが1枚くれば60連で終わりって感じですかね。はい。まあとりあえずね、まあ2体確保したいところなんですよ。クリビアも含め。うん。まあそんな感じなので、まあまあ様子見て、まあ最大で、90連で様子見てもっと少なくなるかもという感じ。はい。ではまず単発から普通に行きましょう。結果を表示。はい、これは普通です。さあでは行きましょうか。まず10連目です。さあ葵ちゃんはね、結構シルエット来てくれる方ですけど、まあ今回はどうかなっていうところ。ちなみに UR の葵ちゃんもね、割とおお、いきなりさあすり抜けかフェス限か、既存のフェス限か新キャラの葵ちゃんか。さあ葵ちゃん、さあ来たー、ありがとうございます。はい、よし、これはそうだよね。よーし、来たー、よし10連ですね。10連ですか。はい。でこれで10連でゲットしたので、まあ最大で60連ですね。最大で60連に変更となります。はい、ありがとうございます。さあ、いきなりゲットです。さあ、うん。まあ、エレナちゃんのガチャがね、しょうもなかった分ね、うん。まあ、今回は良かった。なんか、
今回最近はなんか良くなったり悪くなったりみたいな波がありますね。はい、すり抜けは なかったんでまあ良かったでしょう。はい、さあともっちで、ココちゃん、ココちゃんも一応ピックアップなんですけどね。はい、さあ10連目ありがとうございます。では、20連目いきましょう。まだまだ引きますよ。はい、ひまわりつけるにはね、どうしてもね、1凸分ね必要になるんで、フェスゲンはフェスゲンは1枚だけ凸あれば十分なんで。さあ今回は夕方終わり。さあさあさあ、まあね、10連目で射抜いたってことはしばらくは出ないでしょう。はい、はい、で3、はい、で4、はい、で5、で6、で7、はい、で8、はい、で9、はい、で10。おお、ルナちゃん、ルナちゃんは SR ですね。はい、20連目は、何も出ずと言った感じ。あ、待って、60連も引く必要ないよな、これで終わりだよね。うん、クリベアが手に入ればいいわけだから、うん、30連ですね、これでラストですね。はい、これで終わりでしょう。はいはいはい、まあね、パリーグコラボ、じゃない、セリーグコラボのね、控えてますんで、まあね、今回はその関係でね、スルーするっていう方もね、いらっしゃるとは思いますけども、うん。変なところでぶっ込んできたね。はい、まあ、あるですね。で、坂上ちゃん。で、新田ちゃん。はい、で、初江ちゃん。で、塚原ちゃん。30連目は何も出なさそうですね。おお、竹富ちゃんじゃないですか。あ、これワイスレスゲンか。はいはいはい、これ2凸ですね。はいはい、まあ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 染めで使ってるぐらいかな。うん、まあ30連でフェスゲン2枚くれば十分でしょう。はい、できればココちゃん欲しかったんですけどね。はい、で葵ちゃん、うん、シルエットはねやっぱ見せてくれますね、葵ちゃん。で、倉敷ちゃんで終わり。はい、という感じで、まあね、危なかったな、そういう気づかなかった、60連無駄に引くことになってたわそういうとこ頭悪いんだよはい、で、これですね。はい、でこれが手に入るってこと、入るので、まあ一凸が、できるという感じで。はい、ありがとうございます。ではね、見ていきましょうか。はい、内野手ですよね。はい、内野手で、葵ちゃん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 はどこだあれ、ゲームレアリティ、ゲームレアリティになっちゃってんじゃん。はい、設定なしにしましょう。葵ちゃんはどこでしょうかというところ。あれ、あ、こっちか。はい、いましたね。はい、葵ちゃんですね。10年目でね、まあなんとかゲットできたというところで、でプラス20連引いて、クリベア、ゲットしたというところ。これでひまわりをつけられますね。で守備スキルがね、かなりアップするというところで、はい、もうね、まあ守備はねかなり期待できるかもしれませんけど、まあね、強い UR 艦隊相手だとまあ分かりませんけどね。はい、どうなるか。まあね、鉄壁中にはもってこいのスキルだと思います。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。